アイロンアンドリューでーす。今日はですね、自分デッドリフトが苦手なんですが、1回だけだったらそこそこ重い重量を持ち上げられるのではないかと思いまして、デッドリフトのマックスは何キロなのかちょっと、調べてみたいと思います。ではとりあえずできそうな120キロから、挑戦してみたいと思います。これでいきなりできなかったらちょっと笑うんですけどね。はい、ではいきます。ああ全然いけますね。よいしょ。120キロは楽勝ですね。ちょっと重量上げますね。では10キログラム増の130キロ挑戦します。多分いけるかな。まあこれこのまま余裕な状態が続くようだったらちょっとなんかプレートあともう5キロのしかないんですけどつけられるかなってバーベルにちょっとまあ心配ですが、いきますよ。130キロでございます。よいしょ。まあ重いですけどまだいけますねこれ。じゃあ、次挑戦します。では、10キロ増の、140キロいきますね。ではいきます。いやさすがに重くなってきましたね。多分限界は近いですね。では次いきます。では次、まあ、余裕はなくなりましたがまた10キロ増の150キロいきます。ちょっとまあ怪しくなってきましたね。では行きますよ。ああ無理だ。ちょっと無理ですね。150はちょっと無理でしたね。ちょっと下げますかね。それとも今までの疲労かな。じゃあちょっと5キロ下げまして145キロいきますね。まあこれ上げれたらもうマックス145キロにしときますか。もういやちょっとこれ下手したら腰いっちゃいますね。まあとりあえずもうこれが限界っぽいですね。はい、いかがでしたでしょうか。現在の私の、デッドリフトマックス145キロですね。まあこれからちょっと苦手を克服していきまして、最終的には200、とりあえず目標は200キロ上げれたらいいかなと思っております。ではご視聴ありがとうございました。